皆さんおはようございます。小籔美容健康院院長小籔雅史です。本日もまた私の33年間の臨床の中で得た体の秘密、体の付き合い方、自分の体の取扱説明書を作ろうということについてお話したいと思います。はい、何を話すかなと思ってますが、いや実はまず私のモットー、昨日は人生のテーマをお話ししましたが、目的ですね、生き方か。私の生態はあるキャッチフレーズがあります。9つあります。凝りはほぐすな、痛みは止めるな、姿勢は直すな、リンパは流すな、運動不足と思うな。これはまあテーマですね。で、手法は揉まない、押さない、ポキポキしない、伸ばさない。これが私が33年間やり続けてた生態の根本原理です。皆さん、肩が凝ったらマッサージとか揉みほぐそうと思いませんか？皆さん、痛みがあれば痛み止めで止めようと思いませんか？皆さん、猫であればゆっといい姿勢をしようと思いませんか？リンパマッサージでリンパを治して元気になろう、循環良くして代謝良くしてリンパ流すのすごく大事、リンパマッサージ頑張ろうって思いませんか？運動不足だって自分を責めてませんか？運動不足ですか？本当に運動好きですか？嫌いですか？嫌いなことを頑張ってできますか？運動することで健康になれますか？こんなことを私はずっと皆さんに問いかけてきました。これから一つ一つについていろんな話をし解説をしたいと思います。また凝りは揉まない、押さない、ポキポキしない、伸ばさない、みんなやりませんか？世間大流行りですね。威圧式リアクション、リラクゼーション、なんて何式マッサージ、ストレッチ、それからパーソナルジム、本当にそんな必要ですか？あなたの前の元気で長生きされている90歳80歳100歳の長寿のおじいちゃんおばあちゃん、運動してますか？マッサージしてますか？そんなことを人間が健康にいることに本当に必要だと思いますか？この辺をはっきり自分の中で答えを出すことが日々健康に生きることによってすごくすごく重要だということを、僕は33年間の生態の人生の中ではっきり明快な答えを、まあ僕の独断ですけど出すことができました。これを皆さんに伝えたいと思います。揉まない、押さない、ポキポキしない、伸ばさない、凝りはほぐすな、痛みは止めるな、姿勢は直すな、リンパは流すな、運動不足と思うな。いいですか？これの本当の意味を知ると、皆様は全く体の不快を関係なく生きることができるようになります。へへって思うかもしれませんが、皆様の子供の頃を思い出してください。子供の頃はバーッと動いて、眠くなったらご飯食べるでもこっくりこっくり寝て、起きたらパコ。その頃は凝りも痛みも体の存在さえもなく生きてたと思いますよね。それが私の理想とする私の生態、それからアプローチ、それと体への見方への指導ですね。その結果、皆さんが得られることのできる世界なんですよね。子供のようによって寝て疲れが起きたら疲れが取れる、そういう体、一切体の存在がない。例えば調子いい時って身の痛み全くないですよね。胃の存在は不調になると重いとか痛いとか感じます。それと一緒で体も不調になる、何かがうまくいかなくなると、いろんな症状が、凝りが、痛みが、しびれがと出るわけです。そういうのを一切出さんで本来の健康な体にするっていうのが私がずっとやり続けていたことなんですけど、そのためには先ほど言った凝りはほぐすな、痛みは止めるな、姿勢は直すな、リンパは流すな、運動不足と思うな、そして揉まない、押さない、ポキポキしない、伸ばさない、これを実践することによって、その健康な体を体得することができます。逆に今私のことを言ったこと、9つのことをやると体は壊れ、だん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 本質的な根本的な健康から離れていってしまうという悲しい悲しい現実があるわけですね。世間ではそれらはいいというふうに言われてますが、何がいいんですか？何がいいんですか？って私は常に言いつけてました。ではこの謎を皆さんとじっくり解明説明していきたいと思います。気に入ったら利用してみてください。
あなたの人生が変わりますよ。では、本日はここまで。失礼します。